12番の直本がここで下がります。直本に代わって14番、148センチ小柄ではありますが非常に闘争心のある中里、そして13番の菅沢に代わってアルガルベカップ得点王の9番の横山久美が入っていきました。そして日本のセットプレーです。横山選手と籾木選手ですかね。左足なら15番の籾木、右足なら9番のその横山が打っていきました。代わって入った横山がいきなりシュートを打っていきました。もう挨拶代わりといった感じですかね。なるほど、はい、あの横山といいますと現在は長野パルセイロの所属ですが7月1日からは期限付き移籍でドイツ1部のフランクフルトに行きます。今非常に注目の選手の一人ですよね。はい、その通りだと思いますね。加藤さんから見て横山のいいところはどんなところですか。やはりドリブルでの仕掛けプラスその決定力の部分ですよね。本当に個人で局面を打開できますので、はい、相手からするとねなかなかこう飛び込みづらいそういったボールの持ち方をする選手の一人だと思います。アルガルベカップでは得点王に輝きましたがもっともっと日本代表を私が引っ張っていかなくてはいけないという貪欲な姿勢も持っています。変わりまして2トップは9番の横山、そして11番の田中美奈、ダブルボランチは10番の坂口と14番の中里ということになりました。3番の鮫島、少し中盤のところにスペースが生まれてきましたね。あ、そうですね。選手も本当に運動量が豊富な選手で、はい、あの動き直しながらボールを引き出せる選手ですので、先ほども前線に顔を出しましたね。はい、なのでこう坂口選手と2人でうまくコンビを組みながら、はい、うまくボールを引き出しているのかなという気がしますね。さあ横山のシュートどうだ、入りました。後半の17分、代わって入った横山いきなり結果を出しました。いやー、加藤さん、ものすごいシュートでした。そうですね、本当にこれはね見事としか言いようがないですよね。3月のオランダ戦でもミドルシュートを決めましたが今回のこのシュートも素晴らしいゴールになりました。相手もやはり一度対戦していることで横山選手の良さも十分に理解していると思うんですよね。その中でのこのシュートですから、はい、本当に素晴らしいの一言。